それでは第2回ティップスター杯 A 級決勝、見事優勝を飾りました静岡渡辺晴友選手です。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。レース終わってすぐに来てくださいましたが、振り返っていかがでしょうか？はい、もう連日何回も目標が頑張ってくれて、自分の踏むコースができているので感謝しかないです。飯田健二選手とは、初日特戦以来の連携となりましたが、どんな作戦で挑まれました？はい、いやもう飯田君が届くようにっていう作戦だったんですけど、まあ思ったほど、飯田君の方が積極的だったので、はい、前面になりました。中島選手、そして早坂選手の巻き返しもなかなかのものがありましたが、このあたりはどう言ってたんでしょうか？そうですね、やっぱみんな S 級で戦ってた人たちなので、まあ、その辺はかかり具合とかもみんないいですし、やっぱどう走っても僕はもう精一杯頑張らないので、はい、4角4番手から突き抜けていきました。このあたりはいかがですか？はい、連日同じコースになってしまいましたけど、調子は悪くなかったので、それで練習仲間に優勝を取らせてもらうことが初めてだったので、ちょっと嬉しいです。はい、大宮競輪場で初優勝というのもちょっと驚きました。いやもう僕は優勝する選手じゃないので、まあたまたま今回優勝できたんで、はい、よかったです。また渡辺選手、最近ではお子さんたちの活躍も力になっているのですかね？そうですね、娘のデビューがやっぱ一番力になっているかと思います。また今後の目標を教えてください。そうですね、1回でも多く息子たちと同じ会社に行けるよう頑張ります。はい、もう一つお願いします。では改めて最後にファンの皆様にメッセージを一言お願いします。どんなレースでも最後まで諦めません。応援一つお願いします。見事優勝を飾りました渡辺晴友選手でした。本当におめでとうございました。